こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、暗号通貨の中でも私のね、肝入りの ADA、 体のエーダーについてちょっとお話しておきます。これから体のエーダーがどういうふうな裏付けを持ってね、どのぐらいまで価格が上がっていくのかってことを私なりに考えていることをね、お話ししようと思います。まあ、ADA っていうのは私ね、もう今年ぐらいに決済しようと思っていたんですけども、ちょっと考えが大きく変わりまして、まだまだホールドしていこうかなと思います。まあ、その理由は2つあって、1つはですね、 ADA を決済しないと困るような資金状態でもないからなんですよね。むしろ別の暗号通貨を買い増してもいいくらいな感覚でおります。もう1つはですね、やっぱり ADA の将来性ですよね。体の ADA ってまだまだこれからが本領発揮すると思うんですよ。その辺について今日はお話していこうかと思いますので、ちょっとね、画面の方切り替えていきましょうか。ご覧いただいているのが体の ADA のイメージになりますけども、こちらの方が値上がりすると考えられている、私が考えている理由をね、まあ何点かに絞りましたんで、ちょっとお話していきます。まず一つ目なんですけども、まあ新規取引所への上場っていうのが、まあ、やっぱり地味にですね、どんどん広がっているんですよ。で、この体のADAの存在意義っていうのは、チャールズ・ホスキンソンさんが最初の方で語られていました。テッドっていうね、トーク番組のプログラムで語っていたのを私も非常に感動したんですけども、世界には身分証明書がなくって銀行口座すら開設できない人が30億人もいるんですよね。日本人はみんな、ほとんどの方が銀行口座を1つ以上持っていて、多い人は10とか20とか持っている場合もあります。でも世界では銀行口座が作れない、身分証明書がないよって方が30億人いるんですよね。で、今回の体のADAっていうのは、そういう方にも口座を持てるように30億人が使えるウォレットというふうな概念でスタートしたわけですよね。で、ADAコインが、ADAコインっていうのはちょっと言い方変ですよね。体のADAっていうのはね、ADAって言えばADAコインのことですからね。新規取引所へ上場すると時価総額が高くなり、世界に浸透しやすくなるわけですよね。で、普及が進めば日常的に利用する機会が増えていくということで、昨今の出来高を見ていくとね、本当にね、売買が盛んに行われている状態がわかります。買って、ホールド、ガチホってやつは出来高が動きませんので、ただ買っただけってことになりますので、マーケットには反映されにくいんですけども、でもやっぱりね、盛んに流動されているっていうところが価格の信用につながって、さらにね、売買が進むと思います。で、全く使われてない暗号通貨って、結局売りもされてないし買いもされてないから、売りに出しても買う人いないし、買おうと思っても売ってくれる人がいないっていう風なミスマッチが起きるわけですよね。で、カルドのADAに関しましては、いつでも買えるし、いつでも売れるって状態が続いてます。特にまだまだね、買いたい人が増えると思いますので、今価格がね、急に上がってるところなんですけども、まあ今ね、67円とかになってますけどもね、昨日54円ぐらいだったんですけども、1日でこれぐらい変わるわけですよ。まあ、ですので、5000円でも1万円でも買える方は買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、価格上昇の理由その2なんですけども、まあ、ADAコインのロードマップっていうのは5つの段階に分かれてるんですよね。現在ですね、2021年の2月7日の段階で、バイロンが終わり、シェリーが終わり、ゴーガンにまで達してるわけなんですよね。ロードマップの段階が進むにつれて、ADAっていうのは技術とかセキュリティの性能が高まって価格が上がるというふうにされていますけども、その通り順調に上がっております。こういうふうなね、正確なロードマップ、そして細かく練り上げられたホワイトペーパー、そして何よりもですね、チャールズ・ホスキンソンさんの活動がですね、このADAってものの信憑性、信頼性を高めていると言います。また、ダイダロスっていうのはビットコインにも対応可能なんですよね。ダイダロスと合わせてADAへの注目度アップで期待できるということで、どんどん値段も上がるんじゃないかなと思いますね。そして次のポイントですけども、ADAの今後、将来の価格を予想する際に見るポイントなんですけども、世界各国の暗号資産、仮想通貨を規制する動きも見ていかなければなりません。せっかくね、値段が上がっても規制されて使えないでは意味がないですからね。で、ADAをはじめ、こういった暗号資産、仮想通貨っていうのは、注目が集まっている中、規制の動きもどんどん進んでるんですよね。2020年1月11日に、北京にある金融監督管理局の、こちらの方がですね、中国で暗号資産、仮想通貨の取引は認められないっていうふうに語り、まあ、波紋を呼んだのは、まあ、記憶に新しいところかなと思いますけども、G20 っていうのもありましたよね。こちらの方では暗号通貨のリスクを考慮して国際的に規制する動きを始めていこうかということで強調したわけなんですよ。まあ、日本でも暗号通貨の規制が進み、2019年の5月31日のことですけども、金融商品取引法の改正法が成立してしまいました。金融庁の報告書には暗号資産仮想通貨の規制強化が盛り込まれたわけなんですけども、これは今でも進んでいます。世界各国で暗号資産が規制されると、
価格の下落につながるかもしれないんですよね。で、今後の動きに注目していかなければなりません。やっぱりどんなことにもね、リスクはあるものです。そしてですね、感染症騒動ですよね。現在のコロナですけども、こちらの収束後のことについてお話ししようと思います。コロナの収束後、ADA コインなどの暗号資産は存在感を増すというふうに考えられているんですよね。ADA をはじめ暗号資産は無国籍通貨といいまして、どこかの国に属しているわけではないんですよ。まさにフリー通貨なんですよね。さまざまなサービスのオンライン化が進んでいるため、暗号資産というのはネットショッピングやネット取引などで活路を開いて存在感を増していくんではないかなということですよね。例えばペーパルですとかね、それからアマゾンとかアップルとか、こういうものの取引に何らかの暗号資産が使われるとなると、これは冗談じゃなく進むんではないかなと思います。またコロナショックの影響で金の価格が高騰して最高値を更新したわけですけども、同様に現在ね、 ADA も資産として注目を浴びて値段をぐんぐん上げているところなんですよね。で、自国通貨の流通が不安定な新興国はすでに暗号資産の利用需要を高めているという現象もあります。そこにこのカルダノがもしかしたら根付いていくかもしれないですね。で、ADAの今後、将来の予定などロードマップをもう一回まとめてみましょう。まあ、バイロンっていうのが一番最初に始まりました。基礎っていう意味なんですけども、カルダノの公開取引所の対応が主に行われております。そしてシェリーっていうのは分散化の作業です。このシェリーの段階ではダイダラスの拡張機能を行ってですね、機能拡張を行ってですね、セキュリティ対策の強化や使いやすさの改善が進められました。非常に使いやすいですね。で、ADAの特徴である量子コンピューター対策はシェリーから行われているということで、今実装済みということになります。そしてですね、スマートコントラクトっていうのが現在、ゴーガンで行われてますけども、サイドチェーンとかね、スマートコントラクトの実装を行ったということでございます。これから向かう世界っていうのが第4世代のスケーリング場所ってやつですね。体の安全性や拡張性、パフォーマンスなどの改善を予定しているということで、ここで体のっていうのを爆上がりするんじゃないかなと思われてます。そしてガバナンスですよね。ボルテールっていう最後の5段階目がありますけども、これね、財務モデルの導入を予定してるわけなんですよ。ただし具体的な計画は公開されていないので、何が待ってるかっていうのはもうちょっとね、見ていかないと分かんないところかなと思います。で、ブロックチェーン及びコミュニティの持続や自立を保障して、 ADA を安心して利用できることを目標に掲げているわけなんですよね。さあ、それではね、 ADA の話はまだまだ尽きないわけですけども、今回は以上のような形でまとめさせていただきます。ありがとうございました。